はい、風劇場です。よろしくお願いします。この名前もちょっと変えようと思ってます。勝手にベスト5いきます。今日は、はい、好きな、意外なんですけど、果物。はい、ベスト5いきましょう。第5位です。スイカ。はい、ちょうどこれ入れ物もあるんでね、このスイカです。でピンポンが入ってます。これね、1位の人とかいると思うんですけど、スイカはそこまで好きじゃないんですよね。これでも本当に2位1位にする人いるでしょうね。スイカ好きな人すごい好きですもんね。これなんかちょっと種を描いてみました。はい、ちょっとにじんじゃいましたけど、5位スイカでございます。はい、さあ何なんでしょうか。そして第4位です。これね、これも意外ですね。デコポン。はい、みかんといきたいとこだったんですけど、デコポンの美味しさを知っちゃうと、あの上がキュッてなってるやつね、なんかこうこうなってるやつ、上が剥きやすくてなおかついい甘さで皮も食べれるしみたいな、これね買って食べたらすごい好きになっちゃう人いると思います。なので4位に食い込んできました。さっきのスイカの緑がついちゃいました。はい、素晴らしいですね。さあ第3位の発表です。こちらです。メロン。はい、これはまあ夕張メロンとかね、いろいろありますが、まあざっくりメロンと書きました。はい、これはまあこう切ってのスプーンでこういってのでしょうかね。はい、メロンもこれも売り、スイカと、あ、スイカは野菜か。スイカは野菜ですね。はい。5位、あ、スイカ野菜だということは、もうすぐベスト5からスイカ転落で入るということか。はい。3位に言ったんで、もうすぐベスト5の時間です。あれ何した？あ、ここだ。あ、もうすぐベスト5、スイカが野菜だったんで5位に入ります。こちらです。はい、さくらんぼ。まあちょっと今スイカは野菜だということに気づいて、さくらんぼは5位でございます。美味しいですよね、さくらんぼ。ちょっと忘れがちな存在ですけどね、美味しい。山形のさくらんぼこの間売ってましたけど、買いたくなっちゃいました。はい、さあそして第2位の発表です。いやー、こちらですね。はい、いちご。はい、カタカナと漢字も書いてみたんですけど、どれがいいですかね。どれが美味しそうですかね。やっぱこの漢字なのかな。草冠に母、これイチゴですよね、確かね。合ってますかね。やっぱりイチゴ。ちょっと1位と迷ったんですけど、1位、やっぱこれだなっていうのがいました。第1位の発表です。こちらです。桃。はい、かっこピーチって書いておきました。いやー、これね、言われればそうだなっていう、まあいちごと迷ったんですけど、言われれば桃うめえなと思ってる人がいると思うんですよね。食べるたんびにね、いや桃の存在忘れててごめんと言いたくなりますね。さあ
今回は第1位桃でございました。好きな果物ベスト5やってみました。以上、カズケギショーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。いやー、今日笑ったね。